宮入の無事にですね、こちらに神社の方に入りましたことをつくお祈りしたいでございます。無事に、西宮の御事と、お日に無事に来られたのも、関係各位の皆さんのご尽力の賜物と厚く御礼申し上げる次第でございます。また、浅草蔵前警察署坂のご協力と、日本包み浅草消防署の皆さんのご協力によりまして、警護並びに交通、安心して医療ができたことを厚く御礼申し上げる次第でございます。また、法産会の皆さん、それから法産会の役員の皆さん、それから法産会の事務局の皆さん、そして、伊佐美の皆さん、宮頭の皆さん、それから浅草神社を出入りしている皆さん、それから宮本宇之助商店の皆さん、本当に全員一丸となってですね、今回の偉業ができたことを厚く御礼申し上げる次第でございます。ありがとうございます。一宮の宮本越しが約3時間にわたりこのような立派な偉業ができたということは、氏神様が町並みの皆様方のご覧になりましてですね、そしてご神徳を授かった賜物と厚く感じるわけでございます。そして浅草神社祭礼そのものが延々と先人の人たちに導かれてここまで継続されてこれたわけでございます。まあ、残念ながらコロナウイルスのがございまして、我々も何とか担ぐことができなくても皆様に町並みを見ていただいて、そしてことごとく繊細な計画を立てて今日に至ったわけでございます。またそのことによりまして浅草がますますご繁栄、そして皆さんが喜んでまた誇りに思う町になっていかれたのかなと、こういうふうにかように存じる次第でございます。今日は雨天かな曇りかなと言ったら全くの天気を外れて素晴らしい好天に恵まれました。これもひとえに皆さんの徳のおかげと厚く申し上げる次第でございます。いずれにしましても今日のこの偉業が浅草の素晴らしい町になった一夜を明かりを灯したのかなという感じを受けます。いや浅草だけじゃないなと、いわゆるこの町々の全体のところにも明かりを差したような気がなりません。本当にありがとうございます。そして日頃はですね、氏子の皆様、そして崇敬会の皆様には大変お世話になりまして、心より厚く御礼申し上げる次第でございます。それとですね、これからですね、三本締めを力強く締めさせていただきます。浅草神社のますますのご隆盛、そして浅草の町々がご発展されんことと、法産会の皆様のご健勝を記念申し上げまして、力強く三本で締めさせていただきます。よっ。
Thank you.